こんにちは。今日はね、11月の11日っていうと何の日かっていうのをみんなわかるかな。わかんない。わかんない、うん、フリッツとお菓子の日、まあ、お菓子の日、間違いではないね。ポッキーの日、ポッキーです。ポッキーと何の日だと思う？ポテトチップス。はい、違います。フリッツの日です。はい、ポッキーとフリッツ。そうそう、フリッツ、フリッツ。で、本当はね、もうちょっといっぱい買ってきてブワーって騒ごうと思ったんだよね。でも、ポッキーとフリッツがね、少なかったんですよ。はい、うん、買いに行ったところもね、たまにやー言ったけど気にしない。で、2人ともね、ポッキーゲームって知ってる？知ってる？口と口を合わせて、口と口を合わせたら当たる。なんだそれ。ポッキーが端をか端と端を加えてこうやってやるんだね。折れた方が負けで、ルールは、奥に入れたらダメっていう。スタートも何もなしかい。なし。じゃあ次行こう。スタートって言ってからだよ。よーい、スタート。また見てる本人もちょっとあれだね。はい、次フリッツ行きましょう。フリッツ、はい、フリッツ行きましょう。大丈夫大丈夫大丈夫。食べてしまった。次はね、パパとね、ちいちゃんで、まあ、やってみます。はい、その次がサクラとパパがやります。では、さくらとちいちゃんで、あ、違う、パパとさきと同じじゃねえか。ね、パパとちいちゃんでやっていこうと思います。はい、スタート。負けた。次、パパとさくら。はい、初めてやってるの結構難しいね。すごい感じねえけど。ちいちゃん、では行きます。スタート。あ、鼻息出てきた。はい、やりたか。いきなりやな。ゆっくりね。次はゆうかだね。このサラダ。で、うち負けるんだけど。このゲーム。2回戦。はい。いや、二回戦どころかもう何回もやってるやんか。はい。はい、よーい、スタート。おお、またちいちゃんの勝ち。勝つのに。強いな、ちいちゃん。V 字か。まだやで。はい、はい、ということで今回は、11月11日はポッキーの日ということで、はい、ね、ポッキーと、ね、フリッツ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 ね、ね、はい、フリッツくんだ。はい、ということでポッキーの日ということで、ポッキーゲームやってみました。どうでしたか？よろしく。バイバイ。パパパパパ。
れた。プリッツポッキー、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 プリプリポッキー、プリプリポッキー。